プロボクシング56.0キロ契約ノンタイトル戦包み聖や門エビ宝石、10回戦、ウィーラ・ワット・ヌーレ、対、2024年7月7日、東京、両国国技館。プロボクシング全日本バンタム級王者で WBA 世界同級2位の堤聖二28イコール門エビ宝石、が、年内にも予定する世界初挑戦へ、テストマッチ、をクリアした。 スーパーパフライ級の王座統一戦 WBA 王者伊岡一翔35位コール姿勢 IBF 王者フェルナンド・マルティネス32アルゼンチンのセミファイナルに登場対バンタム級10位のウィーラワット・ヌーレ2224回1分13秒 TKO 勝ち戦績は13戦11勝 8KO 無敗に分け 1>, 1、2回は長身の相手に様子見だったが、3回中盤からボディアッパーを主体に猛攻を開始。残り30秒、強烈な左ボディで最初のダウンを奪い、さらに連打でダウンを追加すると、4回にも2度倒して試合を終わらせた。僕自身ではそんなに高い手数は上げられないけど、組み立てという課題はできたかなと思うと話した。3月からオーストラリアで約40日間。 井幸大橋戦を控えていた前 WBO バンタム級王者ジェイソン・モロニーオーストラリアのスパーリングパートナーを務めた5月下旬からは米ロサンゼルスで約3週間今月20日に初防衛戦を行う WBA 同級王者の中谷潤と MT 同日に可能陸大勢との WBO フライ級王座決定戦に臨むアンソニー・オラスクアが米国 ラトスパーリングただし強敵に対抗しようと普段よりも強いパンチを打ち続けたため本来のボクシングが崩れてしまっていた1ヶ月前に急遽決まった「世界全勝戦」は崩れた